メタファーデイリージャーナル。今回は魔法の源マグラについて紹介しよう。マグラとは魔法の源となる力、魔力の専門的な呼び名だ。日頃あまり意識することはないが、マグラは自然界のほとんどのものに含まれている。人や動植物も例外じゃない。濃度が高い場所ではマグラは結晶化することもあるため、魔法学者たちの多くはマグラの正体を目に見えないほど小さな粒子なのではないかと考えているようだ。ありふれていながら神秘的、まさに興味の尽きない存在だね。次回は魔力を魔法に変換する道具、魔導器について紹介しよう。願わくはこの記録が君たちの旅の一助とならんことを。